みおちゃん密着。密着というか今日はルーティンですね。今日はルーティン、今日は社長いないバージョンの私一人のルーティン、はい、パパとパパの友達やろ、社長が友達で、うん、でも昔嫌いでそこからずっと会ってなかったんですよ。この女の子ちょっと生意気やとかタメ口なんでなとかコメント来てたやん、はい、今もちょいちょい来ますよ。あ、ちょいちょい来るの？なんでこのタメ口なの？あ、途中から見た人な。そんな感じで一日を過ごして6時になったら私は退勤いたします。はい、おはようございます。今日はなんか社長が来る予定だったのに来なくなってしまいまして、用事ができて、はい、私一人なんです。そしたら私の一人のルーティンを取るとか言って会社来て帰るの。あ、いいじゃんいいじゃん。SNS 版ルーティンみたいな。そう。しかも今日一人で私山口さんとか行くんですけど。うん、修行じゃん。一日でもお昼食べる時もカメラとずっと友達。そうで朝ちょっと一人でどうしようかなと思ってたら、あれペコちゃんいるじゃん。ターゲットにされたんかな。そうでしょ。でもさ、ルーティンって結局ほぼ会話とかないじゃん。確かに。もうずっと定点でカメラ置いて行動をとにかく撮っとくみたいな感じでしょ。そう、でも社長はなんかアフレコじゃなくて、ペコちゃんだよみたいな感じで、私が常に喋るって。あ、そういうことね。喋るタイプの行動。難しい。今からどこどこに行きますか。あもうちょっとしたら現場に行こうかな。あ、もう行く。ちょっと最初の寂しさをちょっと紛らわせた感じ。最初から一人で登場だとちょっとこちらも緊張しちゃうので。全然だってさ、みおちゃんのルーティンなのにうちが最初に映ったらもはやルーティンじゃない。全然ルーティン関係ない。私はこういう会話してますよみたいな。確かにいつも朝はね、時間があればそう、こういう会話してますよっていうルーティンがルーティンなんで間違いない。そう、いいかなと。じゃあもう現場に行くんですね。はい、行ってきます。珍獣様のもとへ。あ、珍獣さん今日動画上がってましたね。はい、行ってきますよ。今日はみおちゃんの一日の様子を皆さんお楽しみください。そうですね、ペコちゃん携帯忘れたんで。そうマジなんかボケたんだよな最近。それほどが多いよ本当に。やばいですよ、その年でボケ始めたね。ありがとうございました。ありがとうございます、頑張ってください。いってらっしゃい。はい、待ってますよ。そんなふうに言うじゃん。みおちゃん密着。密着っていうか今日はルーティンですね。今日はルーティン、はい、今日は社長いないバージョンの私一人のルーティン。はい、撮影行くんですね。じゃあ今日は山口さんいるじゃないですか。山口さんの動画だったんですけど、はい、ちょっとの間出てなかったんですけど、はい、仕事にも、はい、今日なんか出てたんで、はい、様子見てこいって集中にやると。あ、様子見に行きましょう。はい、行きましょう。はい、ちなみに四日市なんですけど。四日市行きましょう。緊張しますわ。なんか緊張しますか。そんな私のルーティンなんてないんですけどね。はね、いや分からんけど。お邪魔します、はい、あ、女の子の匂いしますわ。社長がいない時の私なんてバラバラですよね。簡単に言えば朝会社来て、はい、9時に、はい、ちょっとコメント見たりメール確認だったり、はい、現場出てる人の確認とか、はいはいはい、今日はどこ撮影行くかとか。そう社長に、まあ、パスを出す役割やな。そうですね、社長が、うん、社長とどこ今日こことこことここが候補にありますみたいな、はい、まあ、そこの中から選んでもらったり、はい、まあ、それの時その時でバラバラですけど。なるほど。で、まあ、現場行って、うん、そしたら結構現場で撮影してたらもう1時間2時間経ってますもんね、気づいたら。確かに早いわ、うん、だから、うん、結構もうすぐお昼の時間だったりして、うん、まあ、この動画を見てる皆さんは最近翔くんとどうなのっていう方が興味あるんじゃないですか。ルーティンより翔くんと最近どうなの、うん、同棲生活ってことですか。そうですよ。お、安い、いいこと聞いたって今多分みんな喜んでくれてる。でも喧嘩めっちゃ減りました多分。なんで喧嘩減ったって言うやん。なんでや、どっちかが我慢しようとかじゃなくて。多分我慢なのか分かんないですけど、私は別に我慢してるつもりないですけど。え、じゃあめっちゃいいよ。分かり合えたって感じやな、うん、慣れてきたって感じやな同性に。マンネリではないよ。喧嘩っていう喧嘩でいかなくなったって感じです、うん、だから前までは会ってない時に喧嘩になるじゃないですかやっぱり、うん、やっぱな。でそういうのもなんかやっぱ一緒におるとなくなってるんですけど、うん、いいよいいよ。私はもう今ご飯がちょっと大変ですね。あの料理できない私がしてるんです。覚えてんのよ。私、うん、基本生肉とか触れないんで、手袋してるんで。ああ、いてるっちゃいてるな、まあ、うん、得意料理は。得意料理っていう料理作ってないんですよね、うん、炒める、焼く、しかもクックパッドみたいなやつあるじゃないですか。
もうその本当にもうただもう教えてくれる見ながらやればいいだろう。クックパッド先生様様なんで、うん、なるほど。もう見て作ってるだけですね、うん、本当に。味濃い薄いとか言われない。いや言われますよ。だからその通りに作りすぎて、やっぱその人たちの味の濃さってやっぱ違うじゃないですか。あるある、確かにある。だからその人たちの味で全く一緒に調味料の量を一緒にしても薄かったりするんで、うん、もうそうすると味見してちょっと足してみたいな、うん、そう。どっちかというと翔さんのができちゃうね、料理。意外。あ、男飯って得意ですよ。YouTube でも楽しそうにやってたもんな。だから日曜日の休みの日たまに朝ごはん作ってくれたり。最近休めてんの？日曜日。まあ、休めてます。たまに、ほんとたまに仕事。でもみんなバラバラ出てますね。今週誰々が出たから、来週あったとしたらこの人たちとか。優しいな。前出てもらったから、この人たちが今日出るとか。毎週日曜日出るのあかんみたいな。まあでも毎週毎週あるわけじゃないですけどね。よくやってるけどな、日曜日。僕日曜日配信するために本社行けるんだけど、はい、動いてるもんな、トラック。出れる人みたいな感じで聞いたりもしてるんじゃないですか、やっぱり、うん、休みたい人とか。そうやな。やっぱだって毎週稼ぎたいからやりたいって言った時に、その気遣いってちょっといらんくなってくるじゃないですか。先週出たから講師伝でいいよとかは。はい、アルファードに乗り換えたので。はい、乗り換えました。はい。これって何喋ったらいいんですかね。あの YouTube のカメラマンとして入りますっていうのを聞いたよ。そういうのをやっぱ聞きたいんちゃう、視聴者さんは。でどうしてそうなったかな。そう、どうしてそうなったとか、入ってみてどうやとか、こういうとこ、もう社長がいないからこういうとこ嫌だとか。いや、もともとは別に知り合いなわけじゃないですか、パパと。パパの友達やろ。社長が友達で、うん、でも昔嫌いで、そっからずっと会ってなかったんですよ。え、めっちゃ仲いいんじゃん今。もともとはずっと嫌いだったんで、うん、会うこともないし。うん、それ気になる。どうやって仲直りした？昔の話なんで、うん、ちょっと年取った私からしたら別にそんな剣玉の剣なんかどうでもよくなるわけ。確かに、うん、ただただ嫌いなだけだったけど、別にもうどうでもよくなくて、うん、好きも嫌いもない、ただ友達みたいな感じだったんですよ、昔から。で、もともとここ来る前は何をやってた、みおちゃん。もともと私 OL なんで。OL な、はい、でそこで働いてて、うん、でまあ、なんか何だったかな、なんかもう連絡先を知ってたんですよね、なんかもう、うん、ちょっと大人になってきてから、うん、で誕生日だったんで社長が、うん、誕生日おめでとうって去年送ったんですよ。よそしいな、誕生日おめでとうって言ったことだったよ。うん、よそしいよ。そしたら急に電話かかってきて、うん、久しぶりみたいな、何みたいになるじゃないですか、私からしたら。急に誕生日おめでとうって送っただけで電話かかってくるんですよ。しかも仕事中に。だからなんかタンプレくらいみたいな。ついに社長のくせに私に狙ってきたなと思って。まあ、別にいいけど、ミオに変える程度のものだったらねみたいな感じで会話したのかな、うん、でしてたら、なんかその YouTube に出てほしいと。顔モザイクしていいから出てほしいみたいな。そのけん玉事件のことで出てほしいみたいな。マジ最初にマジでやだみたいな感じだったんです。もうその私の周りが見てるのも知ってたから、本当に嫌ですって言って、はいはい、って言ってて、まあでも結局なんか出ることになっちゃって出て、また次もアップルウォッチで出ることになり。アップルウォッチは舐めた事件やろ。そうです。なんで、あれおもろかったな。けん玉事件の弁償としてアップルウォッチをくれるってなって、でその時ちょうどなんかうちでめっちゃみんなが集まったりして飲む時期だったんですよ。だから結構来る時が多くて、うん、でアプローチ買ってくれるってなって、うん、それも動画撮影させてほしいと。うでまあ、それでちょっと会う機会が増えたんですよね。うまた別日に、うん、私が友達に何人かと飲んでたんですよ。う飲んどったら、そこに社長とリュウジさんとケンさんがいたんですよ、別席に。たまたま？たまたまっす。へー。でも私は入ってすぐにいたんで、社長たちその3人が、うん、でリュウジさんとかケンさんは知らないですけど、社長のことは知ってるわけじゃないですか。だから、おーみたいになって、うん、でも席がちょっと違ったんで、まあ、バイバイみたいな感じで、でこっち、私たちは席で座って寝てた。そしたらなんかトイレ行くのに私たちの席を通らないといけないんですよね、トイレが。ちょっと気まずいな。で、なんかそしたら、なんか喋ったこともないケンさんに、カツナムが4ドルでミオ来たってみたいな感じでミオが言われたんですよ。いや、面倒と思って、こっち飲んどる人って。ああ分かりました、ちょっとしたら行きますって言ったけど、まあ後で行こうぐらいなって感じだったんですよ、うん、でもまあそんなこと忘れて飲んでるじゃないですか、私も、うん、でそしたら次はもういよいよ社長がトイレに行って、で私ともう一人女の子の友達がいて、10分ミーティングやるからちょっとお前ら2人来いみたいな、
一緒に飲もうやっていう誘いじゃないですよ。そうそう、一緒に飲もうよっていう誘いなんですけど、うん、私がめんどいから無理って言ったんですよ。ケンさんにはさすがにそんな喋ったこともないから、めんどいから無理とか言えないんですけど、社長だったんで、うん、めんどいから無理みたいな、飲んどるし無理みたいな感じだったんですよ。うん、そしたら頼むで10分でいいみたいな感じになって、そこで一緒に飲んだんですよね。ちなみにその時はミオちゃんのお会計は立ち食いだ、お小遣い、お小遣いではないけど、なんかそのまあ何円かわかんないんで、まだ私も飲んでる途中なんで、なんか1万円だけこれ払ったらで残りを出すよみたいな、おええー、なって感じでくれて、社長優しいな。そうそうそう、うん、しかも私たち5、6人で飲んでたんで、まあ足にしろよみたいな。そうそうそう、でも1万円ってでかいじゃないですか。でかすぎるって。でありがとうございますってなって、でまあその日飲んで盛り上がり、もうリュウジさんもケンさんも初めてなのになんか、もうみんなで盛り上がっちゃって、まあお酒入ったらな楽しいわな。で盛り上がって、でまたちょっとしたら本当に数日後っすよ。なんか引っ張るな、まだか。なんか私がたまたま友達とマックのところかな、なんかそこの鳥ショーってあったじゃないですか。あ、鳥ショーわかる。鳥ショーのとこ通った時に、社長がいたんですよ。で鳥ショーおるっしょみたいになって、そしたらそのたまたまその前飲んだ時の友達と一緒の友達といたんで、お前ら来いよみたいな社長がまたなり、で呼ばれて行ったんですよね。鳥ショーに。そう。はい、でそこで喋ってるうちに、ミオもミオの友達も、そのなんか来いよみたいな、会社なんか来いよみたいな。あ、もう働けよ、一緒に働こうぜぐらい。そうそうそう。軽いノリでから社長が始まったんか。だけどミオは本当にそのなんかもう元々社長って呼ぶわけじゃないし、カツノブって呼んでて、で本当にキモいよとかそういうのを言ってた中だったんで。それが欲しいみたいな感じになって、でなんか来いよみたいな感じになって、まあ行ってみようかと思って。その時はもう OL は辞めたかった。もう辞めてたんですよ。あ、辞めていった。そう。じゃあ遊んでんだったらちょっとおいでよぐらい。そうそうそうです、ね。で働き始めたというか、その会社に入る。まあお試しで働き始めたってことだな。そうそうです。それが去年の今頃？年末ぐらい。年末ですね。12月ぐらい。23日が初出勤なんで。なんか突然来たなって僕のイメージ的になったよ。いや私本当に条件顔出しもしないし。いや顔出してますやですよね。はい、おかしいんですけど、はい、ね、うまいこと段階追って社長はもう出すって分かっとったから、まあいいよって最初は言っとったとか言ってますけどね。うまいな。それで入ったんですけど、やっぱタメ口とかそのキモいとか言われる社員がいないみたいな。え、ぶっちゃけあの初め YouTube でこの女の子ちょっと生意気やとかタメ口なんでだとかコメント来てたやん、はい、今来てないけど消してんの、それとも。いや今もちょいちょい来ますよ。あ、ちょいちょい来るの。タメ口なのみたいな。あ、途中から見た人な。敬語の使い方知らんのみたいな。敬語の使い方知らんの。あ、来てんのか。来てるけど。あ、でも今はもうタレント性も一番人気かもしれない。ないですね、それ。皆さん人気なんで、ペコちゃんとかリリちゃん、みどりちゃんとか、確かにな、足場ハンとかも要所要所人気や、みんな人気すぎて、うん、怖いです。なんか私の友達が私って気づいてなかったとかありますよね。すごい見てくれてて、あ、カメラマンやっててな。そうそう、顔も出してるけどマスクしてるから、あ、もうわからん。なるほど。私も自分がこんなことしてるなんて思いもしませんでしたけどね、その OL 辞めた時なんて。もう視聴者さんに聞こうよ、この動画、いいねがいつもの倍とか言ったら、もう翔くんとカップルチャンネル作るとか。翔くんとカップルチャンネル、翔くんとミオの動画作ったとこじゃない、そのチャンネル作ったとこで、私たちの何に興味あるんですか。だってデートとか別に興味あります？いや、まあやっぱり身近に感じるっていうのがいいかな。僕ライブ配信やってるからわかるんだけど、やっぱり親近感湧くから。たまにその、翔くんと出かけますでインスタライブやるとかぐらいじゃダメなんですか、逆に。まあでもその時に見れなかったらあれかってことですか。いい、やっぱり将来の感じで考えたらさ、YouTube チャンネル今こんだけな、おかげさまで人気なチャンネルになってきてるし、そこにいてる以上は、まあ、乗っかるって言ったらな、甘いかもしれないけど、乗っからせてもらった方が僕はいいと思う。で、新しい視聴者さん、そう獲得できる可能性あるからな。確かに、まあこんな感じで現場向かいたいと思います。おはようございます。おはようございます。今日動画山口さんの上がってて見ました？見てないです。え、今日山口さんのこの前のやつ上がったんですけど、
って喋ってて社長と。そしたら今まで山口さんチャット枠いなかったので今日出現してたから様子見てこい社長に言われて来ました。お酒やめたんですか？やめてはいないでも減って減らしてはあ、でももう仕事始まりましたもんね。そうですね社長に一言元気ですか逆に逆に逆に社長元気ですか今日山口さんのこの前の動画上がったんでまた見ててください。こんだけですありがとうございました。はい、おかえり。撮影ってより山口さんの様子見みたいな。はい、本当に香りだけなんで。帰ってから何するんですか？いつもだったら撮影で1時間2時間とかだからあれなんですけど、うん、今日は撮影ってより山口さんの様子見をちょっと撮影してたんで、はい、すぐ終わっちゃったんで、うん、でももう帰ったら12時過ぎるんで、うん、ちょうどお昼ですね。いつもはこの後社長と外食ごみですよね。でも社長がいたら移動の合間にね。そうだけど社長が今日はいないのでコンビニで買って帰ろうと思います。はい、じゃあ事務所に帰りましょう何したらいいスタートしたねえ、ぬるっとすぎて午後は何をしてるんですか？社長がいるときでも私出かけたりしますよね。社長とまた、うん、撮影があったりだね。でも今日は社長がいないんで、はい、社長がいないとこは、まあ、動画編集終わった後の動画確認とか午前中行ってきたやつのとかそうのあやつを取り込んで、あ動画取り込んで違うか取り込んでる間に、うん、編集が終わったやつが来るんで、あ編集さんからそう、うんうん、それを確認して、まあ、それだけだと30分ぐらいで落ちちゃうんですけどでもそのイベントとかの確認とかをしなきゃいけないし、あそうだ、ね、どんどん応募してくれるんで、うんうんうん、とかしてたら時間も過ぎていくんですよ、ね、隣の席がみどりちゃんなんで、はい、ちょっとたまにしゃべったりして、はい、みどりちゃんがたまに寝ていたりして寝てないです寝てないです。いやマジ眠くなりますよね。やばい、午後はマジでやばい、ね、お腹いっぱいになって、うん、眠気との戦いで仕事をして頑張っておりますけど、はい、で今は何やってるんですか？今はちょうどコメント確認しなきゃいけないんだよ。あちょっと映しちゃっていいんですか？ちょっと一瞬だけ特別全然何も映ってないけど今はもう見終わっちゃったんであれなんですけど、ああそういうこと、変なコメントとかあるからね。そうなんですよね、変なコメントしてくる人は見てください本当に私が消さなきゃいけないそれ全部見てんの？毎回いいコメントくれる人とかいるじゃないですか。あ常連さんみたいな、なんか応援コメントとか、うん、何かしらくれる人はもう自然的に勝手に認識されるようになって、認識じゃない、承認されるようになって、うんうん、勝手に上がるみたいなね。そういう人たち以外だけ私が審査してますかっこよくみおちゃん審査が入ってるんで、みおちゃん審査が通れば出るよ、表にそんな上からやってるよね、そうです。そんな感じで一日を過ごして6時になったら私は退勤いたします。はい、あほら私のお客様ですから、そうそう仕事が舞い込んできました。仕事にこれ今は何の仕事だったんですか？今はあのアルファードのオイル交換ですね。あと社長が変な音するからそれ見てもらってくださいって言ってきた。今日は12時に帰ってきて、いつも12時に帰ってこないですよね。うん、1時とか2時に帰ってきて、そうだね、でそっからやるみたいな、多分時間がないです、ね、うんうんうん、何暇なんですけど今日は一つ皆さんに言えるな、来週みどりちゃん撮影あるんで、その時顔出しさせます。しませんなんかはめられましたまたメガネかけて出演していただきます。はい、お楽しみに。はい、出るかは分からないが、いや絶対出てください、絶対出てください。急遽何か入ったとかないの？入れられました。そういう写真きますわ、もう予定も緊急に予定が入るかもしれないんで、ないです、大丈夫です。もうこっち側先に言ったらいいな。今タイピングの様子が、でもなんかたまに攻撃してる、うん、それはない
男の人で多いですね、こうやってかな。なんか男の人ってこっちの方がいいんじゃないと思います。なんか手を切る人とか2個押しちゃいそうじゃないですか。あD を押そうとしたら S 押しちゃった打ちにくいかな、やっぱ、うん、手が大きいから。あ D 以上に一緒にやって D 以上にありそうじゃないですか。あるかもね。今度はあれだね、みおちゃんの休日ルーティーン。休日ルーティーン、プライベートルーティーンか、うん、日曜日だと翔さんと暇に出かけることが多いです。あ、平日だと友達と遊びに来てるか家にいて何かしてるかっていう。あ、でも今度なんかリリーちゃんとモーニングルーティーンを取れて社長になった。おだけど、ね、その話も全然リリーちゃんと合わせできるじゃん。じゃあ次回予告は、そうですね、誰か女性社員のモーニングルーティーンあるかもしれない。はい。そんな感じで私のルーティーンあります。はい、もう6時になったら早速帰ります。はい、さよなら。運転とか大丈夫そう。3月19日ゴルフコンペあります。はい、第2回決まりました。人数限定ありなんで、はい、早めに。おはよう。あ、映したらこっちを見てきたので指を映した。はい、私のルーティンに参加させるめっちゃ。でも今度ペコちゃんモーニングルーティンお願いします。こっちはこちらでもお願いします。モーニングルーティン何なの。あ、そう。より短かった。会社による事故。挨拶しに来る。1分で終わっちゃう。確かにそうだ、ね、そうですね。そうそう、だからみんなに挨拶だけしてもうすぐ行っちゃう。元気ですよって今日も。なんかね、現状報告みたいな感じですよね。生徒の方にみたいな感じで来るだけみたいな。そんな感じで3月19日、はい、意味わからんまじ。19日第2回ゴルフコンペ。はい、まあ、なんか今回新しい人とかも、ね、こちら側の人間で参加するかもしれないんで。そうですね、1月末でしょ。末が締め切りなので1月までに、はい、応募もうだいぶ来てるよね。そう、なんで1月締め切りだけど人数がもう足しちゃうと、もしかしたら今月いっぱいで、うん、締め切っちゃうかもしれないんで、早めに、ちょっと早めにお願いします。はい、多分三重県で、はい、やる予定です。はい、あと足場買い取り、はい、足場買い取りしてます。はい、うちで使えるやつを買い取りしてるのも、ね、大きい、うん、新品の値段までとは言わないけど、うん、お高めに買い取ってるみたいな、はい、ぜひ皆さん持ってきてください。はい。いろんなイベント概要欄にいっぱいあるんでね。本当に概要欄見ていただいて、はい、毎日チェックしているんで、はい、あの人が地域でやってくれたなとか、はい、見てるんで、ね、応募してくれるととっても嬉しいです。はい。こんな感じで本日終わります。ありがとうございました。